そんなわけで里美ちゃんいらっしゃい里美ちゃん女子が増えて嬉しいわあはいあら私たちのことは別にタメ口使ってもいいのよあそうなんだよかったじゃあ早速自己紹介ねでも里美ちゃんってあんまり本編で語られてないよねそれはほら私モブみたいなものだし里美はモブじゃねえよ里美は俺の大切な彼女 守るべき存在だ。そっか。ありがとう。じゃあ、改めて自己紹介お願いね。うん。私の名前は、柊里美、19歳。ここにいる、アンテナくんって呼ばれてる子の彼女だよ。はいはい、質問里美ちゃんは、アンテナくんのこと、なんて呼んでるの名前のあだ名で呼んでるけど、ここでは、君って呼ばないと。俺の名前がバレちゃうってことだろ。わかってるよ。 じゃあアンテナくんはちゃんと名前呼びしてるのねそりゃ当たり前です付き合うことになったからちゃんと名前で呼んでほしくてねじゃあ2人の出会った瞬間を教えてくれるかしら私が大量の書類を抱えたまま学園の渡り廊下を走ってたらまあ定番のようにぶつかって当然のように書類が散らばって ベタな展開のように書類拾ってる時に手が重なっちゃってもうこれぐらいでいいかなびっくりするぐらいと定番だってことは2人とも一目ぼれなのねそういうことかな後から聞いたら彼ってば学園一のイケメンで里みは学園一のマドンナだもんな学園の美男美女ってことね そういうことになるけど学園新聞に載せられてたってのはこの前話したからわかってますよね。でもすごいよね。学園の美男美女って感じで学園内で広まるなんてね。他にもかっこいいやついたと思うんだけどな。俺は友達いなかったから誰も志望しなかった学園に入っただけ。私は友達いたけど新鮮さが欲しくて。 それれがななけけば2人は出会ってないってていわけねこういうのを「奇跡」っていうのよたとえ出会い方がベタでもそれはやっぱり奇跡なんだよいやそのベタをあまり強調してほしくないな出会い頭の一目ぼれというベタな展開でもこの2人にとっては初めてのことだったのです